とお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、ということで今回のテーマは、はい、ようこそギター友ということで、ね、はい、また素敵な、ゲストに来てもらいました。はい、それではご紹介します。今回のゲストはギタリストの高木雅之さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。はい、こんにちは。はい、それでは早速1曲、はい、ね、もう紹介もなんですが、そうですね、1曲キュールでお届けしたいと思います。はい、はいはいはい、グラナドス作曲アンダルーサ、どうぞ。
グラナドス作曲アンダルーサでした。はい、はい、ね、これはギターの 名曲ですよ ね、 ね、あの、うん、はい、もうみんなが弾きたい、もう素晴らしい。そうです、はい、まあ、元はピアノのためなんですけど ね、でも本当にギターにぴったり合う曲ですね。はい、はい、さあ、ということで早速ちょっといろいろお話を伺っていきたいんですが、うん、やっぱりまずはギターを始めたきっかけって何でしょう？うん、そうですね、あの、僕はちっちゃい子供のちっちゃい頃からピアノを やってたんですけど、うん、はい、ピアノをやってるというよりやらされたみたいなのであんまり好きじゃなかったんですけど、まあ当時あの3つ年上の兄貴がいるんですけど、はい、彼がギターを弾くようになって、で僕もちょっと試しに弾いてみたら、あ、これいいなと思って、で、まあ、あの町のギター教室に習いに行くようになって、それでまあピアノをやめるきっかけにもなるんどっちかも何でかわかんないです。クラシックギターだったんですか？そうですね、クラシックギターですね。はい、お兄さん弾いてたもクラシックギター？そうですね、その先生っていうのが実はフラメンコも弾く先生だったんですけど、はい、まあ、とりあえず初心者はクラシック奏法を習わせるみたいな感じで、なるほど、ね、じゃあそれからもうずっとギターまっしぐらですね。そうですね、まっしぐらっていうかまっしぐらですね。はい、エレキギターとかに行くこともなく、まあ、エレキももちろんやりましたし、あの中学校の時から友達なんかとみんなでバンド組んだり、ね、はい、みんな通り道だ ね、 で、 ね、でもドラムも叩いてた時期があります。そうですか、はい、それはすごい、いや、すごいってわけじゃない、太鼓とか好きだったんですから、はい、で今はずっとクラシックギターにまた戻ってきて、そうですね、戻ってきて、まあ、クラシックギターは割と一人でいる時にこっそりやってたんで、ね、で仲間といる時はロックとか、はい、そういう感じでやってましたけど、実はね、高木さんはね、はい、スペインで暮らして、うん、で今はだから、なんていうの、一時帰国というけど、はい、いわゆるジャパンツアーといってね、あの、フルートの方とデュオのね、はい、コンサートを日本各地で、かっこいいですよね。そう、いいですね、うん、はい、はい、あの、スペインはどうしてスペイン？そうですね、スペインは本当にあのクラシックギターを始めた頃から、あのクラシックギターのレパートリーってスペインの音楽が多いじゃないですか、うん、例えば、うん、アルハンブラの思い出なんて、うん、あんな曲が弾けるようになればいいなと思ってた頃に、うん、あの NHK だと思うんですけどね、あの名曲アルバムってあるじゃないですか、ね、はい、あれでアルハンブラ宮殿 の模様が流れたんですよね、はいはい、あんなとこ行ってみたいなと思うようになったんです。なんとなく子供の心に続くか思って、うん、それで高校卒業した時に、あ、大学行こうか、それともスペインに留学しようかということで、まあ、スペインを選んじゃったんですけどね。あ、じゃあもう留学として向こうの学校で。そうですね、うん、はい、で卒業してそのままスペインに居座った、居ついちゃったですね居座ったってね、ひどいけど、でもスペインで。じゃあもう何年ぐらい、ね、今年であと7月25日になるとちょうど37年になります。37年もスペイン。日本語忘れませんか？忘れませんね、忘れませんね日本には年に1回とか、だいたいそのぐらいのペースで帰っていきたいなとは思ってるんですけど、いいですね、はい、日本に行ってね、スペインが好きだからって言って年に1回スペインに行くのは難しいですよね。うん、そうですよね。でスペインに住んでて年に1回日本に帰るっていいですよね、はい、もうそういう生活憧れたんだけど、どこで道外したかな、じゃあスペイン語も堪能でいらっしゃるんですか？そうです、普通にあの困らない程度に、うん、そうですね、もう40年近く、そうです、ね、住んでらっしゃった。そうですね、ね、住み心地っていかがですか？うん、まあ住めば都っていうかもしれないですけど、うん、日本語だで僕が住んでるとかマドリードって、はい、もう中心ないですね、はい、中心地ですよね、うん、だからね、ちょっと気候的にあの辛いところがあって、夏がすごく暑くて冬が寒い、うん、あとやっぱり都会ですからね、やっぱり年取ってくるとなんか都会のこう喧騒っていうのが、ね、いや本当そうですよね、なんかそういうのがちょっと年が、ね、あとそれから自分があの海の近くの出身なんですよ、神奈川県の湯河原町って、で、はい、湯河原、うん、もうすぐ海の近くなんですよ、うんうん、だからね、あの海が恋しくなるんですね、だからできる時はもうなるべくマドリードから出て南の方の海に行くようにしてるんですけどね。海がお好きなんですね。そうですね、だからまあできれば海の方に住みたいなと思ってますなるほど、じゃあ今後引っ越すかもしれない。そうなればね、できればいいんですけどね。スペインの海っていうとね、はい、いわゆる地中海だよね、うん、ね、憧れの、憧れますね。そうですね、はい、でもね、あの大西洋の方とかもね、うん、いいですよ。あ、まあそれはそう、まあ、通販もやっぱり寒いから、
やっぱり地中海ですね。そうですね、はい、行ってみたいですね。ぜひ遊びにいらしてください、はいはい、スペインで何が一番美味しいですか。何が一番美味しい、あ、難しい質問ですね、うん、食べ物を食べる、もちろん食べ物です。ね、僕はワインが割と好きなんです。あ、はい、だからまあワインのつまみになるんですかね、うん、例えば、まあ、お肉もそうですし魚介類も美味しいですし、うん、あと、まあ、有名なところでパエリアって、そうだね、うん、さスペインに来たらこれは食べなきゃって言って日本人にこう進めるのは、そうですね、最近僕はねすごく凝ってたカジョスっていうんですか、まあ、日本でいうもつ煮ですね、あれはね、あのつまみに最高ですね。嫌いな人もいるんですけど、でも食べるとね、あのこれはと思う、うん、の日本ではね、スペイン料理の話しててもらえるあのアヒージョっていうのが今すごく流行ってる ね、すごく流行ってて、もう何でもね、オイルで煮ちゃうんだよね。そうですね、いろいろありますね。まあ確かにそうですね、スペイン料理って言ったらもうオリーブオイルとニンニク、うん、あとまあ玉ねぎとかね、その辺がないともスペイン料理じゃないですね、うん、逆に言えばね、うん、本当に。逆に日本食で恋しくなるものってありますか。特にないですね、あのね、幸いあの私はそういうのがなかったんで、だから多分長く住めるんだと思うんですけど、なるほどね、でもうちで日本食もどきのものを作ったりもすることもあります。自分で作る、でも本当ね、あの実はつまんないようなものが本当に恋しくなることがありますね。例えば子供の頃よくあのおやつなんかやったらじゃがいものコロッケだとかね、それからあとラーメンだとかいろいろ、そういう、まあ、いわゆる B 級、なるほどね、それは面白い、まあ、幸いスペインはね、あの食べ物美味しいですね。いや、本当に、あのね、あの私事でしたんだけど、はい、短い期間ですごく僕はすぐ太っちゃったんですよ。それはね、もう食べ物美味しい食べ過ぎちゃった。1ヶ月の講習会があったんですけど、はい、開会式で着たスーツが卒業式で着れなかったです。はい、そんな話を置いといて、もう一曲じゃあ、はい、そうですね、はい、はい、ご紹介します、はい、カルドーソ作曲ミロンガ、どうぞ。Thank you.
ルドーソ作曲、ミロンガでした。はい。はい、さて、うん、ここに何か急に現れましたが、はい、そう言ってから降ってきましたね。こちらは CD ですね。うん、そうよね。CD は何枚か録音してるんですけれども、まあ、ソロのものは3枚合計あるんですけど、はい、そのうちの2枚は割と最近のものですね。はい、こちらはどういった CD なんですか？そうですね、そちらの方は、はい、それが一番新しいんですね。おととし2017年に出した、うん、はい、シックスストリングスコンボス、要するに 6本の弦の語らいみたいな、ね、うん、まあ、クラシックギターの20世紀の作品ですね。あ、中心、新しい、うん、まあ、でも現代音楽ではなくて、例えばモレノトローバだとか。あ、そうだ、はい、今21世紀だもんね。そうなんですよ。はい、はい、失礼しました。まあ、だからセゴビアレパートリーって言ったらおかしいですけど、 その辺の曲ですね。でこちらはスペインものですね。セレナテスパニョラって書いてある。セレナテスパニョラですね。スペイン音楽なんです。まあ、このジャケットが素晴らしい、ね、素敵ですね。はい、これは2012年にちょうど作ったんですけれども、うん、はい、その時にあの私の次男がね、ケビンって言うんですけど、息子さん、ね、そうですね、うん、14だったんですけど、あのいろいろ注文つけてこんな風にしたいんだって言ったら書いてくれたんですよ。息子さんが書いてくれた。そうですね。素敵ですね。絵だけで売れますね。いや、そうですね。いやいやいや。いや、その時あのいろいろプロモーションしたんですよ。2012年の時にこの CD の。で、あの T シャツなんかも作ったんですよ。なるほど。CD は売れなかったですけど、T シャツが飛ぶんですよ。そうですか。いやいや。きっとそれは中身も素晴らしい。これは日本でも国内でも買えるんですか？そうですね。ギターショップに行くと、ギターショップにあるとこもありますね。はい、じゃあぜひね、はい、検索していただいて、はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、あのそして、うん、スペインでちょっとどういったことされてるのかお伺いしたいんですけれど、そうですね、お仕事は、はい、仕事は割と最近まではあの普通の音楽学校でギターを教えてたんですけど、うんうん、教える方は今ちょっとあのやめて、はい、まあその辺でちょっと演奏するみたいな形ですね。はい、つまり、うん、まあ、演奏のプロフェッショナル。いや、そんなことないですよ。そんなことないってことですよ。だからそれだけでが主流ってわけではないんですけれども、はい、でもね、素敵ですよね、うん、もうこの子供の頃からの、ね、夢を叶えて、ね、しかもその行きたいと思ったスペインで、うん、ね、美味しいもの食べて、ね、いいですね。そうですね。はい、はい、ぜひ今度は僕らスペイン行くときは ね、押しかけてね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、気候もいいですからね、まあ、マドリードとかの内陸はダメですけど、うん、特に地中海沿岸、まあでもとてもどこもいいところです ね、行きたいです。はい、はい、ありがとうございました。それでは今回のゲストはギタリストの高木正幸さんでした。ありがとうございました。それでは今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に YouTube にて配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。はい、これまでの放送もすべて YouTube でご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください。ホームページも訪ねてください。よろしくお願いします。はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。